好きに買って飲めば。こっちのお金持ってない。あっそう。登校拒否児童がデートかよ。ね？登校拒否とかやってるわけ。それで軍隊でアルバイトしてるんだ。うるさい！でもいいじゃん。とりあえず居場所があるんだから。そっか。あんた東京ジュピターから来たんだもんね。ねえ、どういうとこ？どうって、普通に暮らしてたから。学校行って、友達と遊んだり。へえ、東京ジュピターにも学校ってあるんだ。当たり前だろ。そっか、そうだよね。帰りたい？帰れないよ。帰りたくたってどうにもならない。これあげる。ラムネ？どうして？一人で飲んでごめん。その東京から一人で来たのに、私ちょっとあんたに冷たかったかも。別にそんなことは。そのだから仲直りの印にあげる。あ、うん、サンキュー。何これ、ビー玉が蓋して飲めないよ。なんだよ。やると思った。初めての人は必ずやんのよね。瓶のくぼみにビー玉を引っ掛けて飲むの。なるほど。美味しいでしょ。砂糖入り炭酸の味。ソーダ水とどこが違うんだ？あんた、味覚音痴ね、さては。そんなことはないよ。違う味でしょうが、ラムネはフルーティーな味がするの。フルーティーな味ってどんな？決定、味覚音痴。もうあんたの意見を聞かないからね。ふーんだ。そうかなぁ。ねえ、聞きたいことがあるんだけど、いい？ん？何？答えてくれる？僕がわかってることならね。じゃあ質問。東京ジュピターってどんなとこ？どうしてそんなこと聞くんだよ。どんなところかちょっと興味があるんだ。興味ってどんな？あの中とこことじゃ12年も違うんだよね。そんなことここに来るまで知らなかったけどね。12年も違うと随分違うのかなって思ってさ。違うって何が？何がどう違うのかを聞きたいんだけど。大して違わないさ。町があって普通に人が暮らしていて、僕は高校に通ってた。ふーん、流行の音楽とかもあるの？うん、あるよ。ここのものとは違うけど。なんだ、
ちょっとがっかりかな。12年間のズレぐらいじゃ、人の暮らしにそんな大きな変化はないよ。そんなもんか。ああ、そんなもんさ。ところでさ、アヤト。何？まだなんかあるの？12年のズレってことは、アヤトはこっちでは29歳になってるってことだよね。それはこっちのカレンダーで言えばの話だろ。29歳ってことは、アヤトってもうおっさんなんだ。ちょっと待てよ、なんだよそのおっさんってのは。少年って言うには無理があるよね、おっさん。僕は17歳だって。そっか、アヤトはおっさんなのか。だから違うって。でもさ、本当ならお姉ちゃんと同い年になるんだよね、アヤトがこっちの世界でずっと暮らしてたら。そうか、そういうことになるんだ。じゃあやっぱりおっさんだ。こいつはおっさん、おっさん。ああ、もう、何とでも言えよ。あ、アヤト、ちょっとちょっと。めぐみちゃん、何か用？アヤト、その服の着こなしは何？服？うん、いつもと同じだよ。ああ、もう、全然わかってない。だから何がだよ。アヤトのファッションセンスのこと、ちょっとなってないわよ。あのさ、前から思ってたけど、アヤトってあんまりセンスが良くないよね。そんなことないと思うけど。私から言わせると、ちょっとダサいと思うのよね。ダサい？そりゃないよ、めぐみちゃん。東京じゃこれが普通だったんだけどな。アヤトはそんなこと言うけど。え？ほら、肩のところ糸くずが乗ったままだし。あ、本当だ。本当だじゃないよ。この服だってきちんとアイロンかけてるのに、こんなにだらしなく着ちゃってごめんごめん。もうちょっとこうピシッと着こなせない？それに爪だって伸びてるし、ちゃんと切らなくちゃ。ちょっと、いいよ、恥ずかしいからさ。今度切っておくよ。恥ずかしいって何よ。恥ずかしいのはアヤトの格好の方でしょ。あ、それからハンカチちゃんと持ってるんでしょうね。ハンカチ、ハンカチと、ほら持ってるよ。あ、ポケットにくしゃくしゃに入れてあるし。私がせっかくアイロンかけたのに。ごめん、今度はちゃんとするから。人に聞かれたら恥ずかしいじゃないか。あんたの格好の方がよっぽど恥ずかしいんだってば。わかったって。もう、めぐみちゃん気にしすぎだよ。あんたにはこのくらい言わないとわからないでしょ。まあ、感謝はするけどさ。めぐみちゃんはいい奥さんになるよ。あ、もう直してくれなくていいって。いいのいいの、さあこれでよし。あれ、何赤くなってんの？別に、彼女でもないのに。
ねえ、アヤト、ちょっとあんたに言いたいことがあるんだけど。なんだよ、いきなり。窓越しに私の部屋覗くの、やめてくんない？アヤト君ったらメグの部屋覗いたりしてんの？違うよ、覗いてないよ。嘘よ、こないだだって目があったじゃない。なんだよそれ、言いがかりだよ。そりゃあ、私みたいな可愛い子が気になる気持ちはわかるけどさ。誰が可愛い女の子だって？とにかくプライバシーの侵害なのよね。この前もカーテン開けたらこっち見てたでしょ。窓開けちゃいけないのかよ。別にそっちの部屋は見てないって。ああ、必死に言い訳考えてるし、男だったら男らしく謝ったらどう？だから見てないって。まあまあメグ、アヤト君も健康な男の子だもの。そんな、キムまでひどいよ。なんてね、とりあえず私は信じてあげるわ。ちょっとキムはこいつの味方するわけ？メグの言うこともちゃんと信じてあげてるから。一体どっちの味方なんだよ。今まで見て思ったけど、あなたたちってなんだかんだ言いながら仲がいいわよね。私がこいつと？そんなことはないと思うけど。そうかな、お互いを意識し合うぐらいだもの。仲がいいんでしょ？意識って違うわよ、キム。私はアヤトのことなんて何とも思ってないんだから。こっちのセリフだよ。僕は何とも思ってないからね。何よそれ。ほらほら、喧嘩するほど仲がいいってね。とにかく今度から気をつけなさいよね。だから最初から覗いてないってば。全財全財。アヤトってさ、ここの暮らしに慣れてきたみたいだね。うん、慣れたっていうか、他に居場所がないから。居場所か、私はそういうの考えたことないな。めぐみちゃんにはちゃんとした居場所があるじゃない。うん、それが当たり前みたいに思ってるけどね。僕も東京に住んでいた頃はそんな感じだったかもしれないな。こっちに来て初めて考えたってこと？うん、ラーゼフォンに乗ってからいろいろ考えたよ。ラーゼフォンか。どうしたの？うん、最近のアヤと戦いぶりがどうに行ってきたね。そうかな。私、戦闘は素人だけど、素人の目から見てもアヤとの戦いぶりは良くなってると思うよ。僕が軍人なら素直に喜べたかもね。軍人じゃなくても喜ぶべきじゃないのかな。どうかな。ラーゼフォンに乗れるのはアヤトだけじゃない。アヤトは立派に戦ってるんだから自信を持ってもいいと思うけど。めぐみちゃんがそう言うのならそうかもしれないね。アヤトって素直なんだか素直じゃないんだか。僕はラーゼフォンに乗ったら戦うしかできない。上手くなろうとか思う余裕はないよ。でも上達したのは確かだよ。戦いに慣れちゃったんだろうね。だけどさ、アヤト、
ん？なんだい？無茶だけはやめてよね。どうして？アヤトが無茶して死んじゃったら。僕が？うん、そうなると私、そう、寝覚めが悪くなるんだから。うん、無茶はしないよ。本当だぞ、約束してくれる？うん、無茶はしない。ちょっとすっきりしちゃった。はあ、どうしていつもこうなのかな、私。どうかしたの？わあ、ハヤト！なんだよ。立ち聞きはやめてよね、もう。別に立ち聞きしてたわけじゃないんだけど。あのさ、さっきね、ちょっとポカやっちゃって。ポカって？うん、指令に定時報告するの遅れちゃってね。クヌギ指令にすっごく怒られちゃった。あっちゃー、たく、私のドジ、まぬけ。まあまあ、たまにはそういう時もあるって。ほら。え？おごってくれるの？うん、冷たいものでも飲んで気を取り直してさ。あ、そうだね。変に落ち込んで暗いのも私らしくないよね。そうそう、明るくいかなきゃ。サンキュー、アヤト。アヤト、いいところで会っちゃった。どうしたの？たくさんの荷物を抱えて。買い物してたの、ちょっと手伝ってくれない？え、うん、いいけど、すごい量だよ。はあ、お姉ちゃんみたいに免許がないから車で楽々ってわけにはいかないんだよね。僕も持ってないしね。これ家まで運ぶの？うん、だから荷物を少し持ってくれないかな。いいよ、半分持つよ。じゃあ、これとこれと。めぐみちゃん、これ全部持てってこと？気にしない気にしない、まだ買うものがあるんだ。いいけど、ずいぶん買い物をするんだね。お給料が出たし、こういう時じゃないと買い物もできないからね。まとめ買いだよ。お給料か。あれ、アヤトはお給料もらってないの？僕は寺の職員じゃないから。そっか、じゃあ金一封とか？そんなところかな。でも小遣いぐらいにはなるよ。おじさんの家での生活費だって出してくれてるし。なるほどね。この服かわいい、似合うかな？よくわからないよ。そういう時は似合うよって言った方が女の子は喜ぶんだよ。女の子の服なんてよく知らないし、東京ジュピターとはファッションも違うからね。これ買っちゃおう。多分だけど似合っていると思うよ。もう遅いよ。
荷物いっぱいになっちゃったね。あ、そうだ、アヤト、アイスクリーム食べない？え、でも荷物があるし。一休みしようよ。荷物持ちのお礼にアイスおごるからさ。でも、めぐみちゃんにおごってもらうのは悪いよ。いいの。アヤトは金一封なんでしょ？うん。じゃあ、そういうことで。ほら、ここのアイスは有名なんだ。ハイビスカスのジェラードがおすすめだよ。あ、ありがとう、めぐみちゃん。ねえ、アヤト、今暇かな？暇だけど、何？あのね、ちょっと手伝ってほしいのよ。これ、何の参考書？テラの去年までの採用試験の例題集だよ。テラってテストがあるんだ。難しいんだよ。もう必死なんだから。で、僕は何を手伝えばいいわけ？テラの採用試験には実務テストと面接があるの。うんうん。で、その面接みたいのをやってほしいわけ。面接ってどんな風にするのさ？ほら、これを見て。この例題集をもとに、アヤトが司令官になって質問して。うん、わかったよ。じゃあ、僕が司令官役ね。うん。じゃあ、まず、名前と年齢から。紫藤めぐみ、14歳です。志願動機は？はい、寺に入り、近隣住民をムーの脅威から守りたいからです。嘘くさいな。何が嘘つきよ。だってなんだか大げさだよ。もっとはるかさんがいるからとか、一緒に働きたい人がいるとか。そんなことはいいのよ。次の質問して。はいはい。じゃあ次に、テラに所属した場合、希望部署などはあるのか？はい。作戦部への配属を希望します。それって、結局今と同じなんじゃないの？面接の意味あるのかな？もう、ちゃんと面接試験してよ。何？今の戦争について、何か思っていることはあるか？戦争のことについて？緊急の場合、生命に危険が及ぶ任務も想定されるが、そのことについてはどのように考えるか？それは。全然答えられないじゃん。それで大丈夫なの？私、寺で仕事をするのが好きなんだもん。めぐみちゃん。戦争のこと、深く考えてないわけじゃないけど、仕事が好き、じゃダメかな。めぐみちゃんの思った通り、答えればいいんじゃない？あやと。めぐみちゃん、いつも一生懸命じゃないか。だから思ったように、素直に言う方がいいと思うよ。そうかな？それでいいのかな？そもそもめぐみちゃんって、難しいこと言っても似合わないしね。何よ！失礼ね、あやと。あれ、めぐみちゃんご機嫌？そうでーす。お給料が入ったんだよーん。へえ、お金持ちなんだね。ちょぴっとだけどね。
機嫌がいいから、あやとにもどーんとおごっちゃおっかな。金石で焼肉？自販機のジュース。ほら、ついてらっしゃい。どーんって。おごってもらったジュース飲んどいてしつこいよ。いや、ちょっと。あのね、年下のそれも女の子に高いものおごられて男のメンツは立つわけ？メンツって古臭いよ、めぐみちゃん。いいの。そいでさ、私最近ちょっぴり自信がついてきたんだ。お給料もらったから？うん、まあそうかな。少しでも自分で働いてお給料もらえるとさ、ちゃんとやれるかなって気になるよね。なんて言っててぼかしちゃうかも。もうおごってもらったくせにあやとったら悪い悪い。自信か。僕もめぐみちゃんを見習って自信つけないとな。私今から休憩時間なんだ。ちょっと息抜きしてこよーっと。あ、めぐみちゃん、僕も行くよ。どうしたんだよ、こんなところで泊まって。今日は遅くなるの、そうちゃん。いつもくらいだと思うよ。じゃあ、晩ご飯作って待ってるね。何が食べたい？何でもいいよ。それが一番困る答えなの。食べたいもの言ってよ。君が作ったものなら何でも美味しいからね。すぐそうやってごまかすんだから本当のことなのにな。あ、あやとくん、どうしたの？何か言おうかな。ヤグモ少佐と仕事の話をしてたのよ。ああ、アヤト君も休憩かい？まあ。アヤト君、何かそわそわしてない？あの、急ぎの用を思い出してそうなんだ、それは大変だね。やっと見つけた、めぐみちゃん。こっち来ないでよ。めぐみちゃん？こっち来ないでって。顔見られたくないんだからめぐみちゃん、ヤグモさんがキムと付き合ってたこと、ハヤトは知ってた？知ってて私に隠してたの？そんな。私がヤグモさんを好きだってアヤトだって知ってたんでしょ？うん、それは知ってたよ。めぐみちゃん隠せてなかったし。私バカみたいだよ。キムにいっぱい相談したの、ヤグモさんのこと。告白しようかとか、ヤグモさんももしかしたら私のこと好きかなとか考えたら自分の間抜けぶりが笑えちゃうよ。キムだってきっと笑って
めぐみちゃん。違うよ、キムはいい人だもん。笑ったりしない。きっとずっと困って、私が困らせてた。めぐみちゃん、泣いていいから。めぐみちゃん、つらかったね。私、失礼しちゃった。そうだね。それだけ？え？慰めてよ。元気出して。すぐは無理。そうだね。そうだよ。なし、こんな過去なし。よし、忘れたね。めぐみちゃん、ほっぺ拭いた方がいいよ。じゃあ、私先行くから。うん。ありがとう。めぐみちゃん、元気になってよかったな。あんなに泣いてるとこ、初めて見たよ。本当に好きだったんだね。何？なんだよ、気持ち悪いな。ねえ、気づかない？ほらほら。だから何がだよ。あんたってさ、本当に鈍感だよね。いきなり言われたって、何のことだかわからないよ。わかったわよ。そんじゃヒントその1。私の格好でどこか気がついたところない？格好？背が低い？怒るよ。髪型はいつもと同じだし。もうちょい下の方だよ。下って、あれ？気がついた？いつもつけてる腕章がない。ピンポーン！正解！ほら、ないでしょ？私さ、正式にテラの三等職員試験に合格したんだ。そうなんだ。うん。だからもう、見習いじゃないんだよ。へえ、おめでとう、めぐみちゃん。ありがとう。そうそう、今ならまだお祝い受付中だからね。なんだよ、そのお祝い受付中って。クレープでもパフェでも何でもいいよ。そのうちにね。よしよし、お祝いゲット。